朝起こしてよ。朝だね、わかった。俺、起きられるかな？起きて。寝ないで。ひゅー。え？ほら、かかりこ村、イエーイ。ふぅ。やっと来られた。すげえ、マップが変わった。うるせえな、これ。撮影しなくていい。ちょっと待ってね。シーカーセンサーを、Y で切るのね。あ、違う。オフ。村の中までまでさ、そんな、パロンパロン、パロンパロン、パロンパロンとかうるさすぎやけん。よろずやあろう。あろう、かっこいいね、漢字。いろいろうろつこ。うろつこっていうか、インパはどこだよ、インパは。ひどい天気さね。ですよね。あ、しまった。怖っ。怖っ。何かをかわそうと。あの、インパの家ってどこ？素材や満腹。外には人一人もいないの？まあ、雨降ってるからかもしれんけど。あ、おるおるおる。あ、びっくりした。人かと思った。鶏か。いやー、結構降ってきちゃったね。私はシーカー族の装束があるから大丈夫だけど、君はそんな姿で大丈夫なのかい？私は絵が趣味でね、美しい風景を求めた旅をしているんだ。実はこの村の近くに、それはそれは美しい、大妖精の泉というのがあるらしくてね。その泉は美しいだけでなく、不思議な力を与えてくれるという。しかし詳しいことは誰も教えてくれないんだよ。ここの人たちはこの村から出ようとしないから、私みたいな旅好きは変わり者扱いでね。でも私は諦めない。もし何か分かったら君にも教えるよ。おお、ありがとう、カンギスさん。何これ、祈ったら何か起こりそう。祈る。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証4つと引き換えに、望みの力を与えましょう。あ、なるほどね、ここにもあるんや。あ、晴れた。晴れたと同時に泉に落ちたけど、あ、ここかな？何やつ？ここはインパ様のお屋敷。来た来た来た。ん？それは、シーカーストーン。ということはお主。いや、あなた様はもしや、リンクです。わからんか、名前言っても。失礼いたしました。お話はインパ様より伺っております。どうぞ、奥にお進みください。なんかあれよね。あ、なになに？あ、お供え物。ごめんね、いただきまーす。超取るけど。じゃあちょっと奥進むね。なんか、中華っぽい感じよね。おお、誰だ、びっくりした。お、男の人。それは、シーカーストーン。もしあなた様、祖母が話してくれた、リン、あの、忘れたわけではなくて言葉がうまく、私は、パヤ。パーヤって書いてるよ。パーヤと申します。なるほど。あ、言えた。自分の名前ですから当たり前でしたね。申し訳ございません。幼き頃より、祖母からあなた様のことは伺っておりました。どうぞ中へお入りください。祖母が随分と待ちかねております。ありがとう。何、恥ずかしがり屋なの？かわいいね。ち。こういうところだから、おう、よじ登れる。こういうところやけんさ、周りとかに宝箱が絶対眠ってると思ったのになんもなかったわ。じゃあちょっと入らせていただくよ。頼もうって感じやね。やっと目覚めおったか。目覚めました。久しいの、リンク。全然わからん。思っとったのと全然違う。歳を取ってしまったが、覚えておるじゃろ？いや、わからねえ。回想シーンに行くんかと思って違うんかい。どうした？この我を初めて見るかのようなそのマナコ。我はインパじゃ。インパの名くらいは覚えておるじゃろう。うん、名前聞いたことある気がするんやけどさ、こんな顔やった？そなた、やはり記憶が。まあ、今はむしろそれが救いかもしれん。リンクよ。もそっと近くへ、
もそっと。何それ武器？怖いんやけど。100年前。そう。ハイラル王国が滅びた100年前のあの時、ゼルダ様は最後の希望として、倒れたソナタを聖なる眠りにつかせ、そしてお一人で、たったお一人で厄災ガノンの元へ向かわれたのじゃ。そのゼルダ姫、ソナタに向けてある言葉をこの我に残された。そのお言葉をソナタに伝える日を、我は100年、待っておったというわけじゃ。人間ではないの。しかしじゃ、姫様が命を懸け、ソナタに残した言葉、そのお言葉を賜うこと、それすなわち、そなたも命を懸ける覚悟を決めるということ。とはいえ、記憶を失った今のそなたに押し付けることはできん。姫様のお言葉を賜う覚悟ができたら、またここへ来るがよかろう。なるほど。じゃあちょっと一旦回復に行こうかな。どっか回復できるとかあります？なんか地図でさ、何屋さんとか出てないんかな？出てね。出せよ。あ、でもあの辺なんか防具屋さんかな。あー、いや、どうもどうも。呉服屋なのね。あの、宿屋はないかい？結構広いな。だいぶ広いな。ね、宿屋さんはないの？これ？え、違うね。何の看板も出てないや。あの、私回復がしたいんだけど、眠れる場所はないかい？あいたた。かけっこかけっこ。なんかあの子、びっくりマークついてるってことは、なんか依頼を引き受けんといかんのやな、きっと。おー、旅のお方、少し足をくじいてしまいましてね。よっこらしょっと。大丈夫？いやいや、お恥ずかしいところを見られてしまいましたね。いや、大丈夫よ、別に。旅のお方。何？その、お腰につけられているものはどちらで？実はおじいさんが、ハイラル王ね。見たことあるこれ。さようでございましたか。そのシーカーストーンは選ばれし者の証。もうそのことを知る者は少なくなってしまいましたがね。我々シーカー族はずっとあなた様をお待ち申し上げておりました。あ、そっか、シーカー族って言ったっけ。さあ、まずは我らが長であるインパ様のもとへお行きなされ。わかった。言ったけどね。それにしても、あなた様にお会いできるなんて、長生きしてみるものですね。何歳なんやろ。なんかこの先外に出ていきそうな予感が。は、あの、お宿はないでしょうか。お宿は。大きくなれよー。大きくなれよー。こら、何してるか。怒られた。この梅の木はな、私が生まれた時から大切にしている、いわば私の分身みたいなもんじゃ。この木が朽ちて消える時、私の命も、そう思って大切に大切に育てておるでね。なもんで、私がいる限り、うちの梅園では悪さはさせないよ。いや、別にそんなことをしたかったわけじゃないんだ、ごめんね。そっか、ここからこっちに飛び降りたんだな、私。私はね、あの、お宿が知りたいだけなんだけど、こっちの通りにしかないんかな、そういうのは。あ、ここ？ここかな？お宿ネム。ネム。よし。寝るなよ。わわ。お客さんかな？そうです。びっくりした。普通のベッドなら20ルピー。ふかふかベッドなら40ルピーで。何が違うの？回復料？ふかふかベッドはコッコの羽毛で作った、んだったかな。普通のベッドで寝るのと違って、いつも以上に元気になる、んだったかな。曖昧だな。普通のベッド、あー、私ルピー持ってないじゃん。さようなら。ぐっすり眠れるのに。ルピーってどこで手に入れるの？日差しが眩しい。なんか入ってきたし、お客さん。すげえ。何、リアルタイムでお客さん入ってきたんだけど。ねえ、寝かせてよすげえ。すげえしか言ってないけど。ね、私ルピーないんだけど、どうしたらいいの？ルピーその辺で稼げるの？だってさ、あの、壺とか壊してもね、ルピーなかったんだよ。
あ、物を売り払えばいいってことかな。とりあえずその辺で取れそうなものはちょっと売って休もうか。じゃあとりあえず、お、ちょ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 、じゃあとりあえずここで物を売れる。お客さんなんて珍しいさね。この村には弓を使う若者がいなくてね。お兄さんみたいないい男が来てくれたらなんだかウキウキしちゃうわいさ。まあゆっくり選んどくれよ。買い取って。何を売ってくれるんかいさ。ワクワクするさね。リンゴその辺にいっぱいあったよね。なんか、いや、それよりキースの羽とかいくら？へえ、2ルピーとか。ね、2ルピー16。まあいっぱい取れるもんやったら別にいいかな。ボコブリンの牙とか別に売ろっか。じゃあ全部売る。96ルピーありがとう。目つけてたの？よかったよかった。ボコブリンその辺でいっぱい倒すからいいよ。あ、しまった。いつも出ようと思うとまた雨降だし、どんだけだよ。お、なんか急いで早く行かねば。どこ行きようやろ。なんかすごいね、みんなリアルタイムで超動きようやけど面白い。そういうの好きなんやけど。なんか雨が降ってきたけんかな。雨なのです。なんか人増えとるし。じゃあ寝させて、寝させてやって、寝させて。ふかふかベッドで。あ、ありがとう。それでいつ起こしたらいい？朝起こしてよ。朝だね、わかった。俺起きられるかな。起きて。寝ないで。お、おはよう。おはよう。ちゃんと起きてくれたね。よかったよかった。お、あの人たちおらんくなっとるやん。出て行ったんかな。雨宿りに来とっただけとかそういうこと？雨降りよったもんね。今は降ってない。え、けどなんかめっちゃ風吹いとるね。え、誰か人出てきたし。私の頭の中って鉱石や宝石や換金のことばかり。要はお金のことばっかってこと。たまには他愛のないことでも考えてみようかしら。例えば温泉に鳥の卵を入れるとゆで卵になることとか。へえ、そうなんや。まあまずその鳥の卵を持ってないけど。やっぱ天候とかもいろいろ変わるってことかな。山の天気は変わりやすいというし。なんかこの炎消えそうじゃない？大丈夫？あ、鳥おるやん。鳥持つ。あれかな、今までのゼルダみたいに持って飛べたりとかするんかな。飛べんのかな、わからんね。卵を産んでくれんかな、うん、この村の近くにそれはそれは美しい大妖精の泉というのがあるらしいんだ。その泉は美しいだけでなく不思議な力を与えてくれるという。しかし肝心の場所がわからなくてね。でも私は諦めない。もし何かわかったら君にも教えるよ。そうかそうか、妖精の泉。あ、すげえ、ちゃんと絵がわかる。あ、あの建物を描き寄るってことやね。へえ、すげえ。ちゃんとしとる。あ、それと、これをちょっと、やっぱり増やしておこう。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証4つと引き換えに、望みの力を与えましょう。ハートの器を増やす。ハートの器を増やすのですね。ほい。では、望みの力を与えましょう。あたしめっちゃ死によるしね。一つ増えるだけ、これは。わ、すげえ。実際にハートを渡されたなんか。ハートの器、試練を克服した者のみが得られる。とても貴重なもの。ハートの最大数が一つ増える。おう、増えた。やったね、ありがとう。お行きなさい、このハイラルに安寧を。ふんふん。ああ、落ちた。びっくりびっくり。最近、イーガ団が不審な動きをしております。インパ様をお守りするが我らの役目なのです。イーガ団ってなんすか？我々シーカー族は、英知の民として知られていました。その技術は、1万年前に起こった厄災の際、ガノンを封じる要となり、一時は神の力とさえ言われ、称えられましたが、次第にそれは国にとって脅威とされ、シーカー族は疎まれる存在となり、
国を去らざるを得なくなりました。その時に、我らのように技術を捨て普通に生活する者もいれば、王国に恨みを持ち、ガノンに忠誠を誓う者も現れました。それがイーガ団と呼ばれる者たちなのです。あ、じゃあもともとは同じシーカー団って、シーカー団じゃない、シーカー族ってことか。奴らの使命は、ガノンにあだなす者を排除すること。あなた様もどうか お気をつけください。なるほどね。よろしければこの村で身支度をしっかり整えていってください。呉服や素材や、よろず屋に宿屋なんかもありますので。ここだけの話ですが、実はこの村の高台に祠があるんですが、その裏に我が村の守り神様がいらっしゃいます。それはそれは美しいお方だそうです。私は恐れ多くてまだ足を踏み入れたことはありませんが、ある力を授けてくださるそうですよ。一度立ち寄られると良いかもしれません。へえ、そんなものがあるのか。今までの祠と同じようになんか力が手に入るってことかな。姫様が命を懸け、そなたに残した言葉、生半可な覚悟の者に伝えることはできん。そなた、命を懸ける覚悟はできたか。多分。これはこれは、記憶を失おうともそなたは変わらぬな。正義感だけで突き進まんとするその真面目さ、昔のままじゃ。なんかすごい積み重ねとるね、座布団。よかろう。そなたは記憶を失うておるでの。順応って話していくとしようかの。あれかな、威厳を出すためとかそういう感じかな。目線低かったらやっぱ威厳出なさそうやもんね。ハイラル王国の歴史は、語り出した。太古の昔から、幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。この真ん中のやつがガノンってことよね。勇者の魂を持つ者と、女神の血を引く聖なる姫の活躍によって平穏を取り戻してきた。すごいよね、姫の活躍によってって。なんか姫って守られてそうなイメージがあるのに、まさかの第一戦で戦うっていう。マリオのピーチ姫もそんな感じならいいのね。これより語るは今から10,000年ほど昔の話じゃ。10,000年。リンクが眠りよったのは100年って言ったよね。高度な文明を花開かせておった。それはもはや魔物だ。は人なんかな。あっちの兵士みたいなのが人っていうのはわかるんやけど、人々はその技術や力を勇者と姫の助けにしようと考えた。勇者っていうのはリンクのこと？護衛傑がどうたらこうたらって言ったけど、後の4人は勇者ではないんかな。彼らは人が操る4体の巨大な獣、神獣、そしてガーディアンと呼ばれる自らの。それが今は全部敵になってしまっとんや。うわー、嫌やな。ハクリの兵を作り出した。ハディアンめっちゃおるやん。神獣を操る4人は特殊な能力に秀でた者より選び出す。これが仲間たちってことか。こうして、あ、じゃあ勇者とは別、勇者プラスアートの4人がこの神獣を操る人たちってことか。そして再び厄災ガノンが復活し、ハイラルを襲った時、彼らは勇者や姫と共にガノンに立ち向こうなのじゃ。ガーディアンは小さいながらも、おお、ガーディアン役に立っとるやん。勇者たちを守り、神獣はその巨体から猛撃を放って奴の力を削り取った。そしてみんなの力で封印できたんやね、ちゃんと。その時はガノンにとどめを刺した。大魔の剣、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事奴を封印したのじゃ。それが何？今また復活してるってこと？
そして100年前、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく、1万年前に伝説に倣い、我々は準備を急いだ。しかし結果は、我らはキャツを侮っておった。そして、二度と同じことを繰り返さぬよう、姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。何？四体の神獣を解放せよと。さっきの伝説の中に出てきたやつ？四神獣。それは、厄災ガノンに倒された四人の英傑が操った古代シーカーの兵器のこと。ゴロン族、ダルケルが操った神獣、バルーダニア。リト族、リーバルが操った神獣、バメドウ。ゾーラ族、ミファーが操った神獣、バルッタ。ゲルド族、ウルボザが操った神獣、バナボリス。神獣たちの力なくして、ガノンに立ち向かうのは困難を極めるじゃろう。100年前、ガノンに奪われてしまった神獣に乗り込み、再び我らの手に取り戻すのじゃ。乗り込めば大丈夫ってことな。神獣たちの手がかりは、ハイラルの各地に住む四つの部族のもとにあろう。おお、あの部族のみんなが、ちゃんと部族の村があるってことかな、それぞれ。おお、目的地に表示された。シーカーストーンの光がそなたを導いてくれよう。その場所にいる部族の長に会ってくるのだ。四体の神獣を解放せよ。しかし、そのシーカーストーンはまだ完全ではない。ゼルダ様が残されたそれは道しるべ。そして、そなたの記憶そのものじゃ。そういえばさ、なんか、戻った記憶みたいなやつまだ一個も増えてなかったよね。そうだの。果ての村の古代研究所なら力になってくれるかもしれんぞ。果ての村とは一体。なんかあれはね、こっちの、何、ハイラル平原やっけ。こっちに出てきてからいろんな村とか いっぱいあるんやね。その東の果てで光っておるのが果ての村。大厄災の被害を免れた数少ない村の一つじゃ。お、ゼルダの道しるべ。いろんなチャレンジが解放されるぞ。そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあ、もう後戻りはできん。己の心に従い、突き進むがよい。お、インパを訪ねてコンプリート。まあ私のことだ。いろいろ寄り道をしながら進んでいこうか。寝たの？びっくりした。どうした？もしかして決心が鈍ったわけではあるまいな。お前は目覚めたばかり。すぐに厄災ガノンを倒せとは言わん。まずはその壊れたシーカーストーンを直さんとな。急ぎ、果ての村の古代研究所に向かうがよい。うん。まあ、わかったわかった。これ多分また同じこと説明する気がする。ゼルダ様は未だお一人で厄災ガノンと戦われておる。ゼルダ様を、このハイラルを救えるのは、そなただけ。さあ、早う向かうのだ。そんなにせかすなよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。